そうですか。父が高校を辞めた理由を坂本さんは知りませんか。中井さん の若い時に出てた映画とか結構見て勉強はしてるつもりではいるんですけど、役者についてもっといろいろ聞きたかったなってなと思って。ご飯一緒ですか。あ、じゃあもう聞きまくろう。で、お二人ちょっと遠いところから走ってきますが、いいところで監督用意さんとかけてもらいますので、はい、よーい、ゆうこのことは許してやってくれ。キャプテン頼むよ。絶対野球もやだ。一番の山場は OK になってから、うん、それね無理日が暮れるまで日が暮れるまで、ほんとに朝だから硬いっす。なんかいろいろ話したんだよな。役者として何かした方がいいというか、若いうちに何かやったこととかありますかっていう質問をしたんですけど、役者として何かをするんじゃなくて人としてすることをだったり必要なことをした方がいい。みんな声出してください。